I wanna eat very very hot food. Very hot? Very very hot. You're very hot. Extra. No problem. Very hot. No problem. No problem. No problem. Very hot. Please. Come on. 今ね、2日目の夜を迎えております。今回ちょっと探し方を変えようかなと思って、YouTube でね、コメントありがとうございます。お嬢丸さん、辛いだとスパイシーじゃなくてホットの方が通じそうというね、こういうコメントありましたんで、もう確かにと思って、日本での辛いと海外での辛い、スパイシーってちょっと違ってくるかなと思って、ベリーホットフードみたいな感じで、ちょっと検索して調べていきたいかなと思うんでね、街中でもホットフードプリーズみたいな、そんな感じでいきたいと思います。ありがとうございます、コメント。はい。ちょっとこれ参考にして今日はちょっと探していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。5分か。はい。じゃあ今からね、出発したいと思います。夜はね、涼しくてめっちゃいいですね。はい。じゃあまたね、バイクに乗って行きたいと思います。中マーケットっていう、場所があるんですけども、ちょっとね、この辺にふらついてたらこうやばそうなの見つけたんで、僕がなんか見てたら結構店員さんがニタニタして、辛いよみたいな、これ辛いから気をつけな、ここ、これすごいよ、このなんかスーパーホットなんかアットとか言って、これやばいよね、多分これやばそうなんだよ。I wanna eat very very hot food. Very hot? Very very hot. You're very hot. Extra. No problem. Very hot. No problem. No problem. No problem. Very hot. Please. Come on. Namsai. Dom yam. Namsai. This is Namsai. Okay. Is this hot? Hot chicken? Pork. Hot? Pork. はい、ということでこちら注文しました。ラムサイ、多分羊の中、多分辛いスープと、こちらがトムヤンクになります。店員さんにもうどんだけ辛くしてもホットホットしても問題ないから、もうとにかく辛くしてくれみたいな、これは多分今日のどうなんだろう、期待できそうなのかもしれないですけど、いただきます。あー、なるほど、うん、なるほどね。見た目全然そんな辛そうじゃないですけど、酸っぱ辛いね。うん、食べれんのこれ。東南アジアっぽいな、この味付け。ちょっとトムヤンクンの方も飲んでみようか、これ。うん、酸っぱ辛いわ。この肉美味しいな。じゃあこれで、あと最後これラムサイスープ、割となんかこのトムヤンクンよりこっちのスープの方が、辛い気がします。はい。ごちそうさまでした。
汗かいた、気持ちいい。結構割と辛かった気がします。味はまあ割と美味しいですね、食べやすい、変な癖もなくて。辛さレベルの発表していきましょう。中マーケットさんの激辛トムヤムくんとラムサイ、辛さレベルジェロダダダジャン、辛さレベルトムヤンくん7、ラムサイ 7.5。 まあタイ来て4食目になるんですけど、まあまあ4食の中だったら割と辛いかなと思うんですけども、いや難しいね、辛いの探すのが難しい、見つけれてない、もしくは舐められてるのかもしれないですね。僕の戦闘力を侮るなと。ラムサイも酸っぱ辛いで、お肉は正直食べるとこ少ないんですけど、まあね、食べられる部分少ないですけど非常に美味しく、タイ米のご飯と相性バッチシでございます。コメントがいっぱい来てるんでちょっとお読みしたいかなと思います。ペンネームやるおやるみさん、最近見かけないと思ったらタイに帰国されてたんですね。時間ができたらまた来日してください。来日じゃねえ、出国したんだ。出国、ふざけるな。青ペットマークナーカー。青ペットマークナーカー。ホットフード。OK? OK? おー、これ辛そうだね。スパイシーホット、OK。This one, please. これも。